愛を見せた若者たちが成人になることをあらがって所狭して暴れ回るなんとも楽しげなイベントじゃないか。あらわに察しはだが月というのはいつまでも続くものではない。ダーティーハリーの作品だ。私の中で思うに幸と不幸というものは螺旋を描くように交互にやってくる。幸せは手に自ら手に入れなければ届かないのに、不幸は勝手にやってくるんだ。そう、あの日は突然訪れた。